祖父江大輔投手に聞いちゃいます。延長戦です。祖父江さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして本番ありがとうございました。ありがとうございました。どうでした久しぶりのサンデードラゴンズ生出演は。いや、緊張しますね。だが。そうですか。変な汗かいてます。そうですか。どのあたりで汗かきました。ひょっとしたら、球種は何ですかって言った時に、眼光ビームって答えましたもんね。滑りましたよね。はい。や すべてそんなこと。加藤さんどうでした？素晴らしかったです。逆にやってみれば良くないです今の良くない。今の良くないね。えめちゃくちゃ面白かったが銃としてドスベリがゼロだったとすると眼光ビーム吸収すはどれぐらい？ゼロ十ですよ。ゼロ。もうそれだったらもう吸収の一つです。なぜそんな可愛い口の尖らせ方してる？んですか吸収の一つですじゃないよ。はい。さあいきましょう。延長戦。これね。 聞こうかなと思ってたんですが、うん、マイブームまあいろいろなところってファンの方もご存知かなと思ったんですが祖父江さん、今マイブーム趣味はまっていることはなんでしょうわー、植物ですね。これね、視聴者の皆さんからもポンとすぐ来たんですが一番好きな植物は今、何なんですかと。ーはーはーアガベってかかりますかこれひょっとしたらわれわれも実はインスタグラムから写真を用意してたんですがこれのこ,とこれですこれがアガベ。アガベって言ってて言はい あのまあ多肉みたいなサボテンとかに近いんですけど、うんはい、そうアガベっていういろんな種類があるんですけど、はい、もうこれは特にちょっと手に入らないレアモノです。え,ー、えこれはどうやって手に入れたんですか？これはあの知り合いの方にあ<っ>あの譲ってもらいました。へ<ー>、はい、どうやって育てるんですかこのアガベは？これってもうあの愛情を注ぎすぎちゃダメなんですよ。愛情<の>水をやりすぎたり。 ええー、な、まあ、肥料を与えたりとかはダメなんです、はい。あ、そうなんだ。そうなんです。あの水はやらないならやらないアメトムチです。へえ<ー>。やらなくてあげるときにたっぷりあげる。あ、一ヶ月に一回とか。一回

あ、ちょっとこれはねあのセクハラになりますのでやめます、うん、やめましょうほどほどがいいですね <laughs> 今 YouTube を見ているおじさんだけが喜んでいますす,すみませんさあ他にもですねいろいろあるんですけどもこれはソブウェイさん何ですかこれオリーブですねオリーブの古木。あ、古い木古墨、はいはい、樹齢が300年から1000年とか言われてこれどこで手に入れたんですかこれ静岡ですあ、こういうショップがあるそうですねはい へ専門店があってこれはオリーブを実らせて食べるんですかあ違います違いますもう実らないんでこれはもう見て楽しむそうか古木だからもうオリーブはならない、うん、た古木でもなるものは多分なるんですかねちょっとそこ詳しくないですけど<ー>、うん、これはどうやって育って てる、もう育てもしないんですか?もう。いや、水は、これは水は結構あげたりします。へえ、あ、そうなんですね。比較的オリも育てるのは簡単って言いますよね。そうですね、はい、そこまで難しくはないです。へえ。他にもですね、いろいろな、あ、写真が、ございまして。<laughs> さん、結構おしゃれなブルーの上に。え、これ、僕じゃない、僕じゃない、これ、知り合いの人です。 こっちの方手前ですあなるほどなるほどこれは詐欺集団のミーティングですか詐欺集団のミーティング。やめてくださいよ。自由なことしゃべりすぎ私もこれはこれキャンプですキャンプはいなんか祖父さん一人で行くキャンプがお好きだっていうそうですよこれも今こうやって集まって写真撮ってますけどソロキャンプって言ってもう別々でもう えどれぐらいだろう一番離れてる人だと 100m ぐらい離れて隣と 10m20m ぐらい離れたところでもう自分のテントで自分の、えー、と焚き火台、はい、全部自分のでご飯も自分のです<あ>自分だけでのを作って食べるじゃあこれはもうたまたまそういうソロキャンプしてる人たちが一時集まったと時集まっただけであとはもう全部別々ですへえどうでしたソロキャンプいや最高ですね僕 正直否定派だったんですよキャンプもう寒いし絶対行きたくないって言ってたんですけど行ったらもうハマっちゃって誰に勧められたんですかは前田亜紀さんです前田亜紀さんってわかりますかはいあなるほどブルペンキャッチャーのはいはいはい詐欺集団のリーダーですはいリーダーですドンです前田亜紀ちゃんごめんなさい YouTube だからって自由なこと喋りすぎそんなことないあこれ前田亜紀さんだそう前田亜紀さんなんですよ手前はちょっと後ろ姿藤井さんに似てますけど あ、そんなに藤井さんかっこよくないですねこれ <laughs> <laughs> はまた知り合い知り合いですへ<ー>、はい、じゃあアキちゃんに勧められてそうですねはいほ<ー>始めましたただ1回しかまだ行ってないそうなんですよでもハマっていきたいなと思ったんですけどもオフおしまいなんで行けないのでまた来シーズンですねまたね、うん、はあ、そうなんですねいろいろな趣味もあるということですが、うん 加藤さん何行きましょう。二十番はどうでしょう。あ、そうですね。年俸アップ、そうだそうだ。FA で残留で、うん。複数年契約でしたが、ご褒美は何かありましたか。それこそさっきあの、うん、紹介した、はい、オリーブです。お、これなんだ。オリーブのこれです。ほうほうほうほほこれを買いましたね。一番高かったですね。高い買い物。 えー、おいくら、古木でしょ古い木でしょふんじゃ、うまん万円ですね。え、ふんじゅう、ふんま。あ、十万円以上するんですか。全然します、全然します。祖父江さんの背番号三十三ですけど、より上です。えー、すえー、すごい、はい、ライデルマルティネスが九十七。いや、それよりはし,、ね、した。それよりはした。そんなにするんですか。します、します。結構しますね。これ、高いですね。 それはご褒美ですね、うん。ご褒美だね、これね。<ー>加藤さん何かいきますか。では二十二番はどうでしょう。<laughs> えー、そうですね。吸収の一つですから、<laughs> 学校部が聞いてるなと思った選手。視聴者はこれどういう思いで聞いたんだろう。うんえー、そうですよね。どうでしょう。いや、聞いてないでしょう。<laughs> 多分誰も見てないでしょう。<laughs> でも,でも多分誰も見てないです。全く<や>聞いてる効果は現れてないですね。 これ、曽部さん、あの眼光は、バッターを見てるのか、ミットを見てるのか、あれ、どこなんですか。キャ、ミットですね。あ、やっぱミットなんですか。ミット見てますか。バッター見ないんで。バッターと視線があったりは、あんまりしない。しないですね。へえ。聞いてる唯一、聞いてるなと思ったら、木下かもしれないです。ああ。木下拓也、キャッチャーは、眼光ビーム、よし、もしかしたら、聞いてるかもしれない。ですそこで俺投げるぞっていう。はい。 はあそうなんですねはい眼光ビーム多くないですか質問たくさん来てたんですかいやそうなんですかこっちも眼光ビームでちょっと触りすぎかな野球以外でこれどういうつもりで聞いたんですか視聴者は野球以外で眼光ビームあるかもしれない気合が入るとがそれは高速道路乗っててまああの 車線変更するときにミラーに頑固ビームでくって、しっかり見ます、ちゃんとね、安全確認のために、こことここをかかってみてから、車線、危ないんで、やっぱりそうですよね。ということは、このミラー越しにビームが後ろの車にいってるかもいってたら、ちょっとあの危ないんで、あおり運転受けるいといけないんで、そうかそうか、あおられないように、安全運転、気をつけながらでいうことですね。 加藤さん <laughs> では、13番はありますかあそうですね、ルーティーンゲ価カには、祖父江さんは。はないですね、あ<っ>あうん、結構、細かい方は細かいです、はい、そうですね、それこそあの、栗林投手はすごいあるみたいです、はい、なんかあるのって言ってたら、もうめちゃくちゃあって、数え切れないほどある例えばそれ、覚えてるの、この前の OB 監の時に聞いたんですけど。はい えーとまずこれでなんかあいつ取るんですよね<あ>帽子を帽子取ってとか投げる前にみんなに後ろのメンバーに挨拶したりとか、うん、なんかトヨタ時代は食べるご飯も決まってたみたいな<ー>試合試合前にへ<ー>なすごいあるみたいですソメ<ー>さんちなみにシーズン中リリーフですプレイボール間際に。 軽食を取る時には何か食べるの、はい、好きなものを食べますね。あ,あ、じゃあもうそこもバラバラなんだ。はい、バラバラです。比較的多いのはあります。これよく食べるなみたいな。ええ、まあうどんは絶対食べますね。あ、うどんう。はい。どこの球場のケータリングが好きか美味しいかとかって。<laughs> はい、でも名古屋ドームはアバンテリンドームは美味しいですよ。うん、あ、バンテリン美味しい。美味しいです。へえ<ー>。すごく美味しいです。でも他の球場だと広島が美味しいですね。 あ、マツダ、マ美味しいです。松田の何がお好きなんですか？あのゴマ団子ってあるんですよ。え、ゴマ団子がデザートで置いてあるんですよ。ほう、もうバクバクいっちゃって。一回ブルペン行ったらゴマついてましたよ。ひげに隠れてゴマついてました。な、ひげひげひげゴマゴマゴマひげひげゴマ。誰かがソブさん白がありますねって言ったらゴマでしたそれ。ゴマついてて。 もうバクバクいっちゃったあれ。じゃあ、うん、でもう投げるときにひげに隠れてるゴマならまだわからないけども、うんはい、今回ちょっとゴマ目立つから。ゴマ目立つからちょっと気をつけないといけい、ね、じゃ、マツダのゴマ団子食べ過ぎ注意です、ねうん。注意ですね。はあ<ー>、<laughs> アさん。真面目な質問いいですか。はい。二番とかどうでしょう。あ、そうですね。今までで一番しんどかったことは何でしょうか。ああ、まあでも。 な,なんだ、練習とかですよね。練習でも。ね、例えば、役回りで、まあ、球界がしんどかった、うん、例えばビハインド展開がしんどかったとか。うん、あるいは二軍にいる時がしんどかったとか、いろいろあるかもしれまない。全部そこしんどいですけど、練習で一番しんどかったのが。朝倉さんがコーチの時に、ノックですね。お<う>一番し、もうやりたくないです。す<え>どんなノックだったんですか。もう、あの、ペースが速くて、時間も長くて、はい、打球も強くて、はい、そして怒られ。<laughs> <laughs> もきつ,きつすこれ何年目1年目2年目ですかで朝倉さんがコーチなんでしかも朝倉さんがコーチですそうかということは森監督政権の時ですねです、はい、じゃあ最近っちゃ最近でそうですねあれ一番きつかったですねそうなんですねうもうせっかくですからいきましょうよ打たれた時の気持ちの切り替え方法曽根さん何んかありますかひたすら我慢我慢慢例えば飲んでとか寝てとかか寝ててじゃなくて もう忘れようと思っても忘れれないからひたすらそれに耐えます耐えて次の日を迎えるその日の夜には、うん、切,り切り替えられてないですよね多分<ー>そうういこまででも、まあ、な我慢我慢して大丈夫大丈夫とって次抑えたら切り替えられますじゃあひょっとしたらシーズン中こういうこともあると思うんですけど2試合あるいは3試合連続でやられるとリ、うんうん、リーバーってやばいですもう。 もう誰ともしゃべりたくなる,なくなると思いますそういうことですよね、うん、だから3倍ぐらいの我慢をするしかないですまた <laughs> うそうですねそれやられた仲間にかける言葉っていうのはあったりするんですか、うん、いやでも同じ中継ぎだと気持ちも分かってるんで、はい、逆に声かけられるほうが嫌なんで、うん、あんまり声かけないように普段通り接します、うん、ああ逆にそういう 気持ちが分かっているから。そうですね。あんまり声をかけないと。かけないように、まあ普段通りの声かけぐらいし、もうそれについては話さない。話す。はい。ええ、繊細な職業ですね、本当に。最後。最後に一番のほほんとした。ええ、二千二十一から二十二にかけて。え、祖父江さん、どんなお正月を過ごされましたか。あ、大掃除。あ、大掃除するんですか。大掃除。 娘がいるんで奥さんは妻は子供の相手をしてもらって、はい、家は全部お掃除自分でしました、はあ、うわ大変,大変じゃあそれこそ雑巾がけじゃないですけど雑巾がけから窓からはい キッチンはもう自分のじゃないんで、はい、奥さんの,のは適当にやりました <laughs> バレないちゃんとやってくださいよ、これ、奥さん見たらバレますよ、これ。<laughs> いやでも本当に、これでちょっとすっきりしましたけども、はい、2022年、改めて祖父江さん、はい、意気込みをファンに語ってください、どうでしょういや、えーまあ、優勝ですね、本当にあの FA せずあの残してもらったんで、えー、とにかく優勝して、えー、またここに、YouTube に。 サンドラに出れるように頑張っていきたいと思います。ぜひ今年本当に胴上げの輪に入って、そしてビールかけもともにできるように頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、オッケーです。はい、ありがとうございましすみません、最後にサムネイル用にこちらにダンボールもサムネ、サムネイルサムネイル用で、あの YouTube のこのサムネでねみんな見るから。はい。 いいですか。三二、はい、あいいですね。やあじゃあ <laughs>、はい。ありがとうございます。これは十万回を超えるな。はい、超えない。多分これは超えるな十万回を絶対超えない。<laughs>